藤さん、田畑さん、はい、お疲れ様です、はい、中尾藩 YouTube 劇場です。なんで今日なんかお二人がちょっとスケジュールを抑えられてて、はい、どこか行くって伺ったんですけど。いや、それ中尾藩にバレてるんです。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。はい、え、中尾藩プライベートまで管理するようになったんですか。怖いですね。今日どちらに行かれるんですか。いや、え、言わなきゃダメなんですか。ちょっとそれを撮らせていただきたいなと思っていて。シーシャバーです。めっちゃ恥ずいですけど。何なんですか。男2人でシーシャバー行くとこ、なんでどっからつけてたんですか。あ、して結構前から。やばいって、やばすぎる。しかも声かけるタイミングの場所もなんかやばいです。なんかね、はい、ちょっとホテルも近くないし。いや、本当に勘違いされます、ね、どこ行くと思ってたんですか、はい、マジで。ちょっと怪しいなと思って。どのタイミングで声かけて。ちょ、はい、いや、まあ、そうです。はい、はい、そうです。2人でシーシャバーに行こうとしてたんですよ、今。あ、なるほど、はい。そうですね。ちょっとそんな情報を伺ったので、今日ちょっとポイズの吉田さんにも、吉田さんにも来ていただいてまして。よく行ってるの。いやいやいや、いやいや、当たり前のような話しかけてこられて。吉田さんなんで普通にいるんですか。いや、2人が怪しい動きしてるんですよ。いやいやいや、なんですか。よく行ってるの、シーシャバー。いや、行ったことないです。初めて、はい、初めて。よかった、ちょうどね、はい、中尾さん YouTube で、はい、初体験ついていっていいですかっていうのやってたのよ。めちゃくちゃちょうどいいじゃないですか。そうなんすね。ああ、マジで。じゃあ本当ちょうどいいです。そうなんですよ。中尾藩の芸人さんみんな年老いてるでしょ、はい、いや、もう、はい、もうおじさんおばさんですからね。それはいくつになっても、はい、もっと好奇心とかそういうの大事にしてほしいから、はいはいはい、初めてのことをどんどん挑戦してほしい。ああ、じゃあマジで今日ちょうどいい、はい、ちょうど、はいはいはい、ちょうど田畑と二人で、はいはい、そういえばシーシャバー行ったことないなっていう話。本当にそうです。ビーズの話からね、そういえばシーシャバー、シーシャバーって行ったことある。いや、ないっすね。俺もないんだよね。あ、マジっすか。じゃあ行ってみるよ。俺はでも二人が喋ったのも初めて見たから。いやいやいや、そんなそんなことないですよ。本当に長いっす。田畑は本当伊藤君なんですか。はい、最初伊藤君なんで、まあ、元ですけどね、幻の、はい、そうです、そうです。最初に可愛がってもらったのが伊藤さんで、本当にそうです。そうです。はい、積もる話何回も出す。あの、僕らがね、その、はい、無限大ホールでやった積もる話っていうので、はい、そうです、伊藤軍団っていうのを結成したんですけど、はい、そうです。それの、まあ、本当軍団長ぐらいの感じですよ。はい、そうです。そうです。だから、シーシャバーなんても伊藤さんしか喋れないですよ、行ったことないことが。じゃあ、ちょっと、はい、そうですね。ついていかせてください。わかりました。はい、わかりました、はい。お願いします。お願いします。行きます。じゃあとりあえず注文頼みます。え、飲み物先なのこれ。え、そうじゃないですか。え、でもだってここにあれ C 社ってだってないですもん。確かにね。はい。一回聞いてみますか。はい、あ、すいません。すいません。いいですか。すいません。あ、はい。これすいません。ちょっと初めてなんですけど。はい、かしこまりました。何から頼めばいいですか。はい。はい。C 社が1台3000円でして、はい、1台2台3割シェア可能となっております。うん、で、定価チャージ1時間型に1100円入れております、はい、で、C 社のお味なんですけど、結構種類ありまして、はい、どういうのがいいとかありますか。あ、そう、味するんですね。え、いや、わかんないですよ。え、そのえ、これはだから1台選ぶって、この中から1個選ぶっていうことですよね。そうですね。まあ、一つでもいいですし、味ないと思ったら、え、ミックス、ミックスもいけるんですか。はい、うわー、どうしよう、マジで。うわ、初めてにしたちょっとだいぶむずいですね。じゃあ僕、爽やか系の感じとかだったら何があるとかありますか。おすすめだと、はい、油もあんの。そうですね、レモンティーとか。あー、レモンティーか。え、ちょっと待ってください、はい、これそのノンニコチンって書いてあるじゃないですか。他はニコチン入ってるってことですか。そうですね。え、お前大丈夫なの。俺、え、僕はタバコも吸ったことないんですけど、はい、それでもいけるもんなんですかね。そうですね、タバコは吸わない方でも、でもいきますか。あ、じゃあじゃあニコチン入れにしとく。はい、やってみます。せっかくなんで初めてで、実は。はい、はい、え、レモンティーにしようかな。レモンティー、レモンティーですか。あ、レモンティー、ね、今おすすめしていただいた。へえ、レモンティーか。え、全然興味なくないですか。いやいや、俺が何頼むか。だって一緒になるんですよね。そうか、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 すみません。グイグイ行くな。あ、ごめんなさい、すみません。いや、いいよ、いいよ。いやいや、マジマジ。いや、俺は、いや、正直、言ってるのは C じゃないけど、はい、そのタバコは吸ってるから。関係あるんですか。いや、吸い慣れてるっていうのあるじゃん。マジで。え、煙というか。あ、そうなんですか。え、でもレモンティー、レモンティーか。レモンティーと、え、タバコだとどのぐらいのフレーバーなんですか、いつも伊藤さんは。いや、俺タバコでフレーバー考えたことないよ。タバコはタバコだから。俺ずれてる質問してるんですか今。
そうだね、そんな宇多田ヒカルみたいなこと言われても、ね、いやいやいや、フレーバー1本じゃん、マジか。いいよね、レモンティーがおすすめなんですよ、ね、初めてで、で爽やかげたレモンティー。初めてって何回も言うの。いや、初めてマジ大事なんですよ、ほんと。いや、マジ怖いから、初めてって、うん、まあね、で初めてだと、レモンティーですか、はい、とか、あとは柑橘系が、はい、飲みやすいじゃねえや、やべ、あの、吸いやすいです、合ってます、吸いやすいのは、はい、やっぱレモンティーとかなんですかね。柑橘系だ、ブルーベリーね。俺ブルーベリーはすごいイメージある。確かに、それこそ俺なんか古代らしい。いやいや、そこ意識してない。そのブルーベリー君意識してないから。やってないですか。あ、そうですか。え、じゃあ、でもブルーベリーおしゃれ。ブルーベリーは俺でも普段吸ってるのよ。あのアイコスみたいな。いや、吸ってるんじゃないですか。それだってシーシャじゃないもん。全然違うんですか。違う。分かんない。シーシャ吸ったことないから。ブルーベリーやるよ。だからそれ以外の、それ以外で何でもいい。ブルーベリーは いやなんそれ以外なら何でもいいですか。それ以外なら逆にわがままですって。いや、なんで。いや、レモンティー、レモンティーでいいってだから。ちょ、ここでこんな時間かけるやついるんですか。そうですね、個人的には。あ、マジですか。じゃあもうお姉さんの。しゃがんでるのも疲れるから。確かに。レモンティーでいいです。じゃあもうレモンティーでお願いします。ミックスします。あ、ミックスでじゃあブルーベリー。いや、ブルーベリー入れるなっつって。レモンティーに合うのなんですか。そうですね。個人的にはキウイとか。キウイ、え、でも美味しそうじゃないですか。美味しそう、はい、まあ、確かにね。いや、でもおすすめなんだったら、はい、キウイ全然想像つかないな。あ、マジですか。じゃあそれでいきますか。はい、はい、はい、お願いします、お願いします。はい、わリンクが QR から。あ、あ、はい、わかりました、はい、やっと決まりましたね、うん、あんなにあるんだな。ちょっとあんなにあるとね、本当にマジでちょっと止まっちゃいますよ、思考が。俺みんな、いや、俺も好きなのあんの。あ、そう、いや、わかんない、通ってきてよ。俺4種類ぐらいから選ぶんだと思ってました、勝手に。あ、まあね、はい、分かる、分かります。その、まあ、ミントとフルーツとみたいな、はい、そのなんかチョコっぽいのとか、大まかにね、うん、はい、いや、マジで、あ、キウイ、キウイ嫌だったら言ってくださいよ。いやいや、興味は湧くよ。本当ですか、うん、後でそのやっぱ俺違ったんだよなとかいうのはなしですよ。いや、それも初めてだから分かんないじゃん、正解なんて。え、ちょっとムカついてません。ムカついてない、ムカついてない。レモンティーは意外だった。レモンティー、ね、レモンとレモンティーも違うわけでしょ。確かに、確かに。どうします、ドリンクとか結構かかるんですかね、やっぱり C 社が出てくるまで。分かんない。どうします。あ、ここ2つですね。あ、はい、すいません。あ、ありがとうございます。おお、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。下にチョコレート進めるかき混ぜて。あ、美味しそう。ありがとうございます。お、お、これ何ですか。マウスピース。マウスピース。はい、C 社のセクチ。あ、C 社の方の。へぇ、びっくりした。ありがとうございます。すごいっす。緑でいい。あ、はい、ありがとうございます。気使ってない。うわー、普通にこれ美味しそうなんですけど。本当ね、はい、これだけ頼んで出るとかありなんですかね。カフェとして。いや、意味わかんねえだろ、そんな1000円払って。じゃあ、あんま大きな声すごい。意味わかんねえだろ、やばいです。意味わかんないじゃん、1000円払ってどこでも、どこでもじゃないけど。初めてすぎます。何が C 社でてんだって。なんだそのパーマ。いいだろ、今パーマ。帽子脱げよ、室内で。そういうタイプ。そういうタイプです。違います。どうですか。あ、何これ。え、チョコレートです。え、いや、なんか C 社の味する。いや、わけわかんない。マジ飲んでみて。ちょっと待って、飲んで、いや、したことないですよ、C 社。ないよ、ないけど、C 社の味のような気がする。未来の伊藤さんと喋ってるんですか、俺。違う、ちょ、飲んでみて、わかるから。意味わかんない。飲んでみて。飲んでみて、わかるから。お確かに。C 社の味。C 社だ。なんで。C 社の味する。C 社の味する。確かに全部にシーシャ入ってた。マジでこれすげえ。チョコレートにちょっとシーシャ入ってますね。これマジで。シーシャ入ってる。だって思ってた味じゃないもん。なんかもシーシャ入ってるでしょ。シーシャ。なんか全部シーシャ入ってるじゃないのこれ本当。もっとなんか子供が好きそうな、もうちょっと甘いメインだと思ったら、なんか名前なんだっけ。なんだっけなこれ。チョコレートチャイラテだ。あ、チャイラ。チャイか。チャイラは。チャイの味だ。シーシャとか言った。マジで。本当実感してくださいよ。チャイの味だった。チャイなんじゃん。シーシャの味だと思う。シーシャの味だと思う。チャイ抜けてたな。マジで頼んねえわ。
ほんとした多様なやつ、ね、だからチャイが C 社の味なんじゃないですか。あ、なるほどね。なるほどね、で合ってますか。なんか恥ずかしい。でも美味しいです。でも思ってたのと違かった。思ってたのと違かったでしょ。違いました、違いました。確かに確かに、うん、チャイって言われたらチャイだ。誰か美味しい、うん、うんうんうん、うわうわすごい、 M1 のトロフィーぐらいある。お前見たことあんのか、 M1 のトロフィー。厳しいってツッコミ。うわ、え、すっごい、え、どういうことですか。なんで急にお姉さん。あ、確かに。あ、あ、そういうことね。見本を見せてくれたんですね。ブクブク、はい。確かに。ちょ、前先やれって。ちょっと待ってください。お前、まだ準備できてないです。え、あ、いや、開けますかって言われてる。すいません、すいません。で、細い方を刺すんだ。細い方を刺すんだ。はいはい。イメージとしては深呼吸をする感じ、はいはい、ゆっくり長く吸って染み込まずにふわーって吐き出す。あ、すぐふかす、ふかすってことですか。そうですね、ふかすには近いかなって。え、ちょっと、え、待って、え、俺分かってないんですけど、深呼吸って、はい、ふじゃないですか。で、ふって吐き切った後、ふって吸うってことですか。いや、ふーって、え、深呼吸。じゃあ普通の息ってこと、はい、息、普通の息、吸って、吸ってちょっと待って、意味わかんないですけど、マジでどういうこと。え、吸っていいんですよね。あの、ブクブクやさん口して、え、すいません、口して、何。あ、へぇ、薄っ。全然違かったじゃん、お姉さんと。いやいや、でも、あ、あ、あ、何、味する、味する、味する。え、いえ、かっこつけんなって。あ、味する、味する。あとですわ。え、煙の後に味出します。あ、吐き出した後。はいはいはい、おいしい、おいしい、おいしい。レモンティーとキウイの味する、はいはいはい、うわ、そういうことか。これ、C 社っておいしいんすね。おいしいですね。おいしい。何その顔。ちょっと鼻から出すなって。ダサいって、鼻から出すのできないでしょ、まだ。できるわ。タバコ吸ってんだよ俺。ちょっとやってみてください。すげー、あ、おいしい。おいしいんだ。おいしいっす、マジで。で、ちゃんと味が本当にレモンティーの味します。いきます。はい、おお、一発目から。いや、一発目からじゃないんだよ。お前邪魔すんなって。全然分かんなかった今。いや、でもすごい爽やかっすね。そう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 、後から来るんですよ。ちょっと待って、 あんま見ないで。見ないでって。恥ずかしいから。いや、なるほど、美味しいですね。確かにこんなに味するんですね。美味しい。ヘラヘラしてる。恥ずかしい。なんか何お前つえって、もっとちょっといいのかな、先輩のやつ。いや、美味しいです、ありがとうございます。これって何なんですか。これがどうなってるんですか。水の水入ってるんですけど。あ、水なんだ、ここは。はい、はい、ここにフレーバーが入ってまして、上に炭を置いて、あ、燃やして、炭を通して。あ、本当だ、燃えてる。はあ、じゃあこの水がなくなったら終わりってことなんですか。この水はなくなりないです。通してるだけなので。あ、通して戻してるということですね。こっからここ行って、はい、この管に行ってるってことですか。はい、そうです、ここ通して、ここで蒸発させてるみたいなことなんですか。ここで熱して煙を出す、うん、あ、うん、え、でもこの僕の今出してる煙はこの水から出た煙ですよね。水を通した煙になります。通した煙、はい、いいよお前、めんどくさい。でも絶対なくなるじゃないですか。でなくならないですもんね。なくならないんですか。なくならないんだって。じゃあこの炭が終わったら終わりってことですか。この炭は何回に1回取り替えるんですけど、このフレーバー自体は今回 10g で作っていただいてるんですけども、これは1時間半から2時間くらい。10g で、すごい。あ、赤くなってる。ちょ、お前見ながら吸いなよ。鼻から出すの気に入るのやめて。いや、マジでダサいよ、鼻から出すの。そうなんですか。でもさっきのお姉さんみたいな濃くないじゃないですか、はい、あれってどうしてるんですか。そうですね、まあ慣れてくうちに結構濃い煙が
最初はできねえのか。あ、今俺薄かったですか。めちゃくちゃ薄い。あ、そうなんですか。ちょもう一回見せてもらっていいですか。あ、さ、はい。え、めっちゃ全然違うよ。あ、そうなんですか。めっちゃ吸ったのに、うん、俺あれこれのイメージは、こんだけ濃いのが出るイメージだったんだけど、おそらく溜め込んじゃうと煙が薄くなっちゃう。あ、そうなんだ。じゃあすぐ出さなきゃいけない。そうなんだ。そうですね、イメージとしてはすぐ出すイメージです、はいはい、これ全然違うよ。全然違うんだ。しかもどっちからも出てる。本当だ。あ、はあ。こんな感じで。あ、なるほど、ね、ありがとうございます。え、すいません、僕ばっかすって。いいよ。むつ、分かった分かった。え、でも今濃くなかったですか。濃かった、さっきより濃かった、はい、分かった。でも俺、え、なんか分かりました。勢いよく入っちゃダメなんだよきっと。あ、あ、マジですか。分かった分かったってダメなんですか。うわ、ビビってる、ビビってるビビってるもん、なんか失敗を失敗ビビって、なんか鼻から出せるの、なんでこんなむずいんだろう。いや、むずいっすね。むず、勢いよくやるな。口で全部出ちゃうんですよ、鼻で。お姉さんみたいな鼻と口が出ない。いや、そうそうね。うわ、あ、でも美味しい美味しいめっちゃ美味しいっすわ。なんなの、めっちゃ鼻口のこのいや、めっちゃむずいわ。でも、え、これニコチンって入ってるんですか、これって。ニコチンは入ってます。あ、俺全然大丈夫だわ。あ、そうなの。はい、何もなく、クラクラとかあるんですよ。これクラクラしたりするんですか。そうですね、吸いすぎると酸欠で酸欠で、酸欠で、遅いニコチンではなく酸欠でってことですか。酸欠で、ああ、いや、遅い、もうだいぶ言ってましたよ確かにね。あ、でも全然僕ニコチンもそんなにあの感じないというか、あの、はい、楽しいです。ビビってるって。あ、うまい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 。何も鼻しか見てないだろ、はい、じゃあ俺別に鼻から出すのそんな重要視してないんだよ。あ、そうなんですか、うん、すいません人それぞれありますもんね。おーおー、ちょちょ、やめてもっていうの恥ずかしいからあ、でもすごい、ずっとこうやって交換していくと、ね、なんか正直初めの人とかこんなの楽しんじゃいますよね多分。そうですね、やっぱり。でも楽しいっすもん、正直。こんな初心者います。結構あの初めての。あ、本当ですか。あ、おいしい、おいしい。あ、チルしてるわ。お前ダサいってじゃあいいわ。ちょっと動画撮ってやるから見ろよ、自分の。多分イメージと違うから。え、マジっすか。うん、いい、はい、うわ、なんか面白くもないし、いや決して面白くはない。面白くちょっとダサい、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 確かに、すいません、うん、どうぞどうぞ、すいません、自分ばっかり。で全然僕好きでした、本当に、うん、確かにね、はいはい、好きっぽいね、はい、思ってるよりも全然なんかタバコ僕吸わないですけど、うん、そんな人でも全然なんかタバコの雰囲気も味わえて、うん、しかも美味しいっていう、美味しい者、おいしい者え、もうあの僕 もう40にこの間なりまして、やっぱちょっと1回ぐらいそのなんか全然違う世界だったんで、 C 社とか行く人が、ちょっと違う世界に覗いてみたいなと思って、うん、ちょっと一回、はい、やってみたかった。僕は逆にタバコ吸ってるんで普段で、でもなんであんなシーシャバーが流行ってるんだろうと思って、どんなもんかと思って来たみたいなんですよ。多分田畑みたいなやつが、今までタバコ吸ってないやつがこの雰囲気楽しめるっていうのが良かったんだろうなって思いました。まあ、正直、うんうん、僕は来ないかもしれない。嘘だったんですか、あんなに楽しんでた。じゃあ楽しいよ。本当ただ、はい、その何て言うんだろう、結局本当今時じゃないけどタバコの方がいいかなと思うあ、吸う人はじゃあそうなんだ。でここお酒出し、あ、でもワインあるか。そうですよ、まあ、だからこの1個
なんか本当に自分と向き合うにはいいかもしれないですね。なんか瞑想というか、自分の中に本当入り込んで集中する分には。一応あのこの企画はやっぱ年老いても新しいことを挑戦していこうぜ、はい、心の若さは保とうという、はい、ちょっと暗いんですよね。なんか年取ってもとかなんかテーマが、はいはい、まあ、年取ってるからね。でもね、まあ、そうですね、うん、前とスタートで自分に変化はありましたか？どうでしたか？いやいや、こっち見ないでよ。どうでしたか？でもやっぱりこのまあ、何でも一回はやってみるのがいいなと思います、うん、その合う合わないはまた別として、うんうん、だ俺やっぱ正直シンシアさせてる人をめちゃくちゃバカにしてましたけど、かっこつけてんなと思ってでもそういうことじゃないんだなっていうのはなんとなく分かりました、うんうん、これはこれで楽しい、これが好きな人の気持ちはすごい分かりましたね。そうですね、うん、やっぱやった方がいいんだなと思いました。結局新しいことは、あ、そうね、はい、うん、毛嫌いせずに、うん、それが本当分かっただけでもめちゃくちゃ良かった。いやだからまあ俺はあれだけど女の子と着たいね。いや俺全然もっと暗くて、もっと暗いじゃん多分本当はこの店も。で2人でこうやって交換してたらすごい絆は生まれるような気がする。なんか発想エロいっすよねいやなんかもっと C 社ってポップなもんだと思います。いや俺 C 社ってエロいもんだと思ってるそうなの？違うの？いやじゃあなんで誘ってくれたんですか今日俺一回見てみたいなっていうのがあって、うん、コンビで C 社吸いながらネタ合わせはできそう？多分めっちゃつまんないネタだと思います。めちゃくちゃつまんないと思いますよ、はい、なんか充実しすぎて、はい、なんか大事なもの抜かれそうで、うん、アップをおすすめはしないですよ。ゆったりね、はい、めちゃくちゃスロー、だからスリムクラブとかもしかしたら面白いのできるかもしれないですけどスローテンポのなんかあのテンポになりますね、うん、はい、確かに確かに。でもなんかリラックスするにはいいかもしれないです。リフレッシュは多分これでもっと音楽かかってて暗かったりしたらなんかそうですね、リフレッシュみたいなのができるのかもしれないです、うんうん、一回ここで、うんうん、みたいな、うんうん、ボケとしてっていう。煙っていいよね、やっぱ。いや煙いいっすね、うん、いやなんか来そうです。また俺ちょっと正直なんか後輩の芸人誘って 5,6 人とかで、ね、なんか後輩芸人誘って 5,6 人、はい、結構かかるよ。あ、さあ確かにそうですね1台3000円でしょ。そうかで、うん、シェアですもんね。だから同期、いや、ね、僕ちょっと違うフレーバー吸いたいんですよみたいな言ってきたらめちゃくちゃ腹立つな。確かに腹立つなマジで。そうですね、やっぱやめときますか、うん、はい、無限大の楽屋にこれあったらすあ、でもそれはいいかもしれないですね。確かに1台置くのありかもしれないですね、うん、はい、置きたいです、置きたいです。なんか滑った時とかめっちゃ群がるでしょうね、うん、確かに滑った芸人がで、俺が来るんだったら、うん、ちょっと自分のこのマウスピース欲しいですね。ああ、確かに鉄のやつだったじゃん、お姉さん。あのお姉さん持ってましたよね、マイマウスピース。あれがいいな、買えよ、まず。売ってんじゃん。確かに売ってるかもな、うん、あ、俺ちょっと買って帰りますよ。絶対来るんだったら自分の方がいいよね、はい、マジそうっすね、うん、はい、確かに確かに。